はい、すぐ開けます。はい、あ、海老名だ。どこだ、海老名。あ、海老名に着いた。ちょっと明るい。現在時間は5時40分。6時に入ってこないと。ここね、場所を覚えて、ついでなく買ってこよう。はい、海老名パーキングエリア。ラーメンやってね。かまぼこ。小田原。小田原ね、そう。かまぼこ。有名だ。あ、そうか、メロンパン有名だよ。く昔食べたな。うん、そのメロンパンだけどね。そうそう、あの2階建てになってんだよ。2階がフードコートだ。でもしょうがないだろう。じゃあちょっと上がってみよう。なんか景色が良い。ポケモン、ピカチュウ。10分しかないからね、食べてる場合じゃない。あ、やだ、降りよう。10分しかないから食べてる場合じゃねえや。あ、ついつい右が乗っちゃうよね。大阪でもねえのに体がね、大阪スタイルに染まってる。普通はね、左に立つんだけどね。よいしょ。さあ、バスに戻ろう。だって6時前だもんな。何も売ってねえよな。こんな時間に働いてるわけがない。外寒いわ。昼間ね、結構温度がちょっと薄すぎちゃって、綺麗になったよね。でもこういう空間デザインでね、ちゃんとしてるんだね。神奈川県です。私の自宅のある横浜市に住んでるんですけど、今ここ海老名です。海老名って前来たな、あの車を買いに。でもね、違法改造車だったら買ったのはいいけど、即日売却。あの、大阪でまた買い直したんですけどね、それは納得のいく車でした。で、今家には置いてあります。今日夜ね、車乗ることができます。今日はね、東京ディズニーランドにこれから向かいます。8時着予定なんで、あと2時間半ぐらいで行けるのかな。東京駅寄ってくそうです。はい、いやー、さすが海老名ね。車すごいわ。みんなね、長距離トラック、これひょこひょこやがって、なかなか邪魔くさいね。出るのかどうなの、どっちなんだよ。出るのか止めるのか。さあ、戻ってきました。